2018FIFA ワールドカップ、韓国 VS ドイツは、2018年6月27日、ロシアの火山の火山アリーナで行われた 2018FIFA ワールドカップのグループ界第3戦。韓国とドイツが対戦するのはこの試合が4回目となる。1994FIFA ワールドカップグループ C の第3戦が初対戦であり、この試合はドイツが3-2で勝利した。 2002FIFA ワールドカップの準決勝で2回目のマッチアップとなり、この試合でもドイツが1の0で勝利した。2004年に初めて親善試合を行い、韓国が3の1で勝利している。両国の対戦はその試合以来、14年ぶりとなる。韓国はスウェーデンとの第一戦はシュート0に抑えられ、アンドレアス・グランクビストの PK により0から1で敗れた。第二戦は、 メキシコと対戦し、超片比での失策もあって1から2で敗れ、2連敗でグループ再開に沈んでいた。しかし、混戦状態のグループにあって、ベスト16進出の望みは残されていた。一方で前回王者、ドイツも、初戦のメキシコ戦ではカウンターからイルビングロサノに、決勝ゴールを許し0から1で敗れた。スウェーデンとの第二戦では、DF ジェローム・ボアテングが退場。 さらには、先制点を献上するも、後半終了間際に、トニクロースの逆転ゴールで2から1で勝利し、2位に浮上。ベスト16進出へ望みを残していた。前回の王者であることや、FIFA ランキングを考えれば、ドイツ優勢は明らかであったが、2大会連続で前回大会の覇者が、グループリーグで敗退し一種のジンクスとなっていることや、ドイツの定調な戦いぶり、 特に決定力不足が指摘され、一部ではドイツの敗退を予測する向きもあった。韓国は前節から4人変更。中盤に本職 CB のチャンヒョンスが入って、チョン・ウヨンと組み、CB にはユン・ヨンソン、CF に本職中盤のクジャ・チョルが入るなど、守備重視の布陣で、左 SB にはホンチョルが入った。一方ドイツはベスト16進出を見据え、 前説から5人変更。CB は、マッツ・フンメルスとニクラス・ジューレのバイエルン勢が組み、アンカーは負傷したルディに返さミケ・ディラ、右サイドは、トーマス・ミュラーに休養を与えレオン・ゴリツカ、トップ下は、メスとエジルが入った。序盤からドイツがボールを回して押し込む。ヨナス・ヘクター、ヨシュア・キミヒヒの、両 SB も、積極的に攻撃参加し、事実上フンメルスと、ジューレを除く。 残りのすべての選手が攻撃に加わったが、守備を徹底し、カウンターを疑う韓国は、攻撃を水際で食い止め続け、シュートは打たせない。8分に、チョン・ウヨンがヘクターへのタックルで警告を受けたことから、守備の激しさが伺える。19分、ここまで守備で粘っていた、韓国だが、ゴール手前30メートル、中央右寄りの地点からの FK を獲得。これを、 チョン・ウオンが直接狙うと、鋭いシュートを、ドイツ GK、マヌエル・ノイヤーがファンブルし、ソン・フン・ミンが詰めるが、ノイヤーがなんとかクリアしてしのいだ。その後もドイツが攻め込み続けるが、ファイナルサードで精度をかきシュートを打てない時間が続く。韓国もソンを中心に速攻でチャンスを作って対抗。前半終了間際には、イオンのクロスが、中央の競り合いでこぼれたところをソンが、ボレーで狙うが、 枠の左上にそれた。前半は0から0で終了。ドイツは、ボール支配率75.4%で言える勝率64.9%と圧倒するが、肝心のシュートは6本、枠内シュートに至っては2本と得点の気配がなかった。また、同時刻開催のメキシコ VS スウェーデンも同じく、0から0で折り返し、この時点ではドイツが2位、スウェーデン3位。 韓国は4位であった。両者ともハーフタイムの交代はなし。後半もドイツが押し込む展開となる。すると48分にキミヒヒのクロスに中央で完全フリーの五列下が頭で合わせたが枠の右に飛んだショットは韓国 GK、チョヒョヌが右手一本でファインセーブ。51分にはエジルとマルコロイスのコンビネーションで左サイドを突破し、クロスに ティモ・ベルナーが、ボレーで合わせるが、これは、枠の右にそれた。56分、韓国は、クジャ・チョルが負傷し、ファン・ヒチャンとの交代を余儀なくされた。ここで他会場ではスウェーデンが、ルドビク・アウグスティンソンのゴールで先制。ドイツは暫定だが3位に転落した。この情報が入ると、得点を上げるしかなくなったドイツは58分に、マリオ・ゴメス、63分にはミュラーも投入し、 猛攻を仕掛ける。スウェーデンはさらに66分にグランクビストの PK、72分にオーンゴールで点差を広げ、勝利をほぼ支中に収める。1点さえ上げればいいドイツはユリアン・ブラントを投入して、さらに攻勢に出る。だが、シュートは打つものの枠を大きく外したりブロックされたりが、続き、さらにカウンターにより、ピンチとなる場面も参見された。 終盤にはフンメルスも前線に上げパワープレイに出るが88分には右サイドからエジルのクロスにフンメルスがフリーで飛び込むもののシュートは枠の左89分にはクロースがエリア手前から右足で狙うがこれもチョヒョヌが後セーブとなかなか韓国の画像を崩せない93分韓国が左コーナーキックから ゴール前での混戦の末ゴール目の前にいたキム・ヨング・オンが左足で蹴り込みゴールを挙げたと思われたがオフサイドの判定でゴールは認められなかった。しかし VAR による判定の結果がゴールが認められ韓国がこの時間で先制に成功する。VAR 介入のため追加タイムは9分に伸びたとはいえドイツは残り6分で2点が必要とかなり追い込まれた。 再開と同時に、ドイツが攻撃を仕掛けるも、95部のフンメルスのヘディングシュートも枠を捉えられなかった。GK、ノイヤーも攻撃に参加し1点を狙うが、中盤でボールを受けた、ノイヤーが、途中出場のチュセジョンにボールを奪われ、そのまま前線にボールを送られると、反応したソンが追いつき左足で冷静に流し込み、韓国が2点目を決めた。その後も攻撃を続けた。 ドイツだが、最後までシュートは枠に飛ばず、韓国が2-0でドイツに勝利し、2002年の雪辱を果たした。ドイツは、ボール支配率74%、後半だけで22本、計28本のシュートを放つも、枠内シュートはわずかに6本と課題の、決定力不足が、最後まで重くのしかかり、グループリーグ敗退となった。 韓国 V ドイツ2018 FIFA ワールドカップ、公式サイトハット a b g d マッチレポートグループ会、コリアリパブリック、V ジャーマニー、FIFA.com、フェダーションインターナショナルデフットボールアソシエーション、2018年6月28日、閲覧、AB、タクティカルラインアップグループ会、コリアリパブリック、V ジャーマニー、FIFA.com。 フェダーションインターナショナルデフットボールアソシエーション2018年6月28日閲覧ありがとうございます。